KB の動画でレッスン。KB の動画でレッスン。今日はですね、前回が、一泊半かなのやつをやったと思うんだけど、まあそれの続きをやっていきたいと思いますね。ではいつも通りまずスネアだけでやってみたいと思いますね。いきます。ベースになりますね。で、タムに振り分けていきたいと思いますね。じゃあ1個目いきます。3つ目いきます。4つ目いきます。感じですね。まあおそらく一番難しいのはここだと思いますね。このキックの3連打、まあ、実質2発なんですけど、まあ、頭のクラッシュ打つ時とキックを一発考えると、まあ、3連打っていうことになりますね。多分これはここぐらいなもんだと思いますけど、まああと最後はちょっと足の入れるタイミングが混乱するかもしれないですけど、まあ割とちょっと慣れちゃえば簡単だと思うので、やってみてもらえればいいかなと思いますね。以上です。